セルトンはアメリカ合衆国コネチカット州フェアフィールド郡ターに位置する都市である。2010年の国勢調査では人口39,559人であり、州内では第15位、郡内では第5位の都市である。セルトンには1639年にストラットフォードの街の一部としてイングランド人が入植した。1656年5月15日。 ハートフォードのコネチカット植民地議会が、ストラットフォードの町域について、ロングアイランド湾から内陸22マイル、フーサトニック川とフェアフィールド町境の間と確認した。1662年、ストラットフォードの調整委員、ジョセフ・ジャドソン中尉、ジョセフ・ハウリー大尉、ジョン・ネーションが、現在のトランブル、シェルトン、モンローの町を構成する広大な領域の、ゴールデンヒル、 ポーガセット族インディアンから移行された土地権利証書を確保した。1789年、シェルトンがストラットフォードから分離し、ハンティントンと名付けられた。現在のシェルトンという名前は、1860年代にエドワードへのシェルトンが設立した、シェルトンカンパニーにちなみ名付けられた工場村に起源がある。シェルトンは、ウーサトニック水力発電会社も設立した。 急速に成長したシェルトンのボロが1915年に市として法人化され、1919年にはハンティントン町と統合し、現在のシェルトン市を作った。シェルトンはアメリカ合衆国市の中でも最大級の放火が起きた場所になった。1975年、スポンジラバープロダクツの工場が放火された。親会社グランドシートメタルプロダクツの社長、チャールズ・メイラーが 放火罪では無罪とされたが民事裁判では1988年の売信委員団が会社の役員が保険金目当てに家事を手配したという十分な証拠があるので保険会社は保険金を支払う必要がないと裁定した8人の者が有罪とされるか有罪を認めた1975年にキャナル通りのスポンジラバープロダクツの工場を破壊した爆発は シェルトンの工業の衰退回収を記すことになった。1970年代の後半から1980年代、フーサトニック側の両岸で創業していた、いくつかの会社が事業を止めるか、労賃や創業費の安い場所に移転するかした。1995年、シコルスキーエアクラフトがヘリコプター用電子部品を製造していたブリッジボートアベニューの工場を閉鎖した。 コネチカット修道8号線の完成とともに、新しい事務所スペースと企業が街に誘致された。これは、スタンフォードやグリニッチに比較して、同じフェアフィールド群の中でも、事業を始めるには、費用が少なくて済むことが理由だった。主要な会社として、テトリーティー、タイコミュニケーション、ITT、ブラックデッカー、シコルスキーエアクラフト、チェスブローポンズ、テトラパック、 ジェネラルエレクトリック、バンカーラムがあった。RD、シントコーポレーションだけで、12の建物で、床面積200万平方フィートの事務所スペースが作られた。プラム図書館、1905年頃中心街にある19世紀の工業ビルを再生する動きが進んでいる。修復できないような建物は1900年代後半から2000年代初期に解体され、ベテランズメモリアルや、 ファーマーズマーケットに置き換えられた。ベテランズメモリアルに隣接する広さ10エーカーのリバーウォーク公園は元スポンジラバープロダクツの工場跡に創設された。市内大通りの一つであるハウアベニュー沿いにある他の建物は修復された。一方ブリッジ通り沿いの19世紀の工場ビルは開発業者が改築し高級集合住宅に転換した。中心街の通りのいくつかは 街路景観改善プロジェクトの一環として再建された。速道がレンガと丸石で再舗装され、街路樹が植えられ、中央事業地区の外観を改善するために電線が地下を通された。2008年3月、コネチカット州知事エムジョディレルが、州上院議員団レビセラや会議員ジェイソン・ペリロと交渉した後に、周債200万ドルが、さらなる市のインフラ改良に振り向けられ、 市中心街への民間投資1億ドル以上を誘うことになると公表した。1978年6月14日、レゲエバンドのボブ・マーリーザ・ウェーラーズがグループのカヤツアーの一部として市内のパインクレストカントリークラブで演奏した。2007年11月、シェルトンのサウンドビュー・アベニューで成長している一本の木がロックフェラーセンターのクリスマスの木に選定され、 切り倒された。2008年5月30日、制作中の映画、幸せの行方、のシーンが、キャナル通りで撮影された。このシーンは、鉄道橋の下であり、登場人物の一人が体を引きずっていって、ふうさとニック側に投げ込むものだった。2009年7月31日、弱い回転のある激しい雷雨が、藤田スケール EF1 の竜巻を生み、 風速95内市105マイル、地になった。被害が激しかったのは、おろのくトレール添いであり、多くの木が吹き倒された。死傷者は出なかった。2013年11月、カゾドライブにあった一本の木が、再度ロックフェラーセンターのクリスマスの木に選定され、切り倒された。1919年のシェルトンアメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は31.9平方マイルであり、このうち陸地30.6平方マイル、水域は1.4平方マイルで、水域率は4.26%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1980年代から共和党が市政府を支配してきた。2007年の選挙まで市政委員会は共和党員5人。 市民党合党二人、民主党員一人という構成だった。市長のマーク・ローレティも共和党員であり、1991年に初当選して、ケーラ2013年11月5日に12回目の当選を果たした。2014年時点での市政委員会は共和党員七人、民主党員一人となっている。有権者は共和党支持に傾いているが、市内には 幅広い政党を支持する有権者がいる。市内の第2区、第3区、第4区から選出される市政委員は共和党員である。第1区は唯一の民主党員と共和党員一人である。最近の選挙では第2区と第4区は常に共和党員を選んでいるが1区と3区は共和党、民主党、市民統合党の間で触れている。市民統合党は大きな問題では 民主党に就くことが多い。有権者の多くは無党派層である。衆議会に送り出している大議員も1960年代以来共和党員である。2010年に当選した共和党のケビン・ケリー上院議員が新しい議員である。シェルトンとハートフォード氏の代表である。会員には二人の議員を送り出している。2007年共和党のジェイソン・ペリロが 第113区の議員となった。32年間議員を務めていた、リチャード・オーベルデン議員の死去に伴い、特別選挙で当選した。第122区の共和党ラリー・ミラーは1991年以来、議員を務めている。アメリカ合衆国会議員では、コネチカット州第3区と第4区に入り、2区とも民主党議員を送り出している。 二つの選挙区の境は、州道八号線にあり、北部と西部が第122区、南部と東部が第113区に入る。コロラド州選出のアメリカ合衆国上院議員は二人とも民主党員である。シェルトン市では、近年の州と大統領選挙で共和党候補を支持してきた。年アメリカ合衆国大統領選挙では、 ミッド・ロムニーに54%、バラク・オバマに44%という投票率だった。2008年でも、ジョン・マケイン51%、バラク・オバマ47%という結果だった。さらに2004年では、ジョージ・ W ・ブッシュ56%、ジョン・ケリー41%、2004年では、ジョージ・ W ・ブッシュ48%、アルゴア46%だった。 2011年州知事選挙では共和党のトマス・ホリー61%、現職民主党ダニエル・マロイ38%と大差がついた。シェルトン氏はコネチカット州では珍しく独自の保安幹部を持っている。その主要任務は市域内の適正手続きであり、令状の執行である。フェアフィールド軍の保安幹部は2000年12月に廃止されており、 その任務に相当している。シェルトン市はすべてボランティアの267人の消防士が務める消防署が守っている。市内4カ所の駐屯所に詰める4個中隊がある。各中隊を代表するコミッショナーの委員会もある。シェルトン市の目標は、市内の土地の少なくとも15%は、高級的に保護することである。シェルトン市公共オープンスペース試算。 開発権を購入したことで保護される民間のうち、非営利のシェルトン土地保護信託が保有する土地の3つの形態がある。2009年時点でこの3つの形態の合計で、地域の13%となっており、2700エーカーを超えている。私有地が2000エーカー弱、私有の保護農地が411エーカー、土地信託の保有地が364エーカーとなっている。 市内には15マイル以上のハイキングトレールがある。これには、州内の全長800マイルに及ぶ、ハイキングトレール網の部分であるポーガセット、ブルーブレーズドの一部が入っている。釣り、ボート、ジオキャッシング、レダーボクシング、ハイキング、ウォーキング、自転車を楽しむことができる。犬は、紐でつないでおればよい。条例で狩猟は禁止されている。市の土地保護は、 保護委員会という形態の機関が実行している。シェルトン教育学区には9年生から12年生のシェルトン高校、7年生と8年生の中間学校、5年生と6年生のペリーヒル学校、幼稚園から5年生までの小学校5校が含まれている。市内には民営ゴルフコースが2カ所ある。USGA が組織されてからわずか6年後の1900年設立の ハイランドゴルフクラブオブシェルトンは中心街にある9ホールのコースであり今ではわからない最初のデザイナーが難しいグリーンを作ったブラウソンカントリークラブはハンティントン地区にある18ホールのコースである毎年コースを交代して市長倍のコンペがあるアイザック・ハル・インディアン・ウェル州立公園日没時のボート乗り場バレーインデペンデント・センティネルはオンラインのみ ヒエ利ニュースサイトであり2009年6月に開始したバレエコミュニティ基金とナイト基金が出資している市内では週刊誌のザ・ヘラルドが発行されているコネチカットポストとニューヘイブンレジスターも市内をカバーしている日刊誌であるありがとうございます